スペガッツィに氷河が崩落する様子。ロスグラシアレスはアルゼンチンのサンタクルス州に存在する国立公園である。1981年にユネスコの世界遺産に登録された。ロスグラシアレス国立公園はアンデス山脈の南端パタゴニアに位置し、表彰としては南極、グリーンランドに次ぐ地球上で。 第3位の面積を持つ南パタゴニア表現及び氷河群がある。ロスグラシアレスはスペイン語の氷河の複数型で、公園名は氷河群といった意味である。この地域の氷河は他の地域の氷河よりも温暖な環境にある。しかし、それを補うほどの大量の降雪によって氷河が形成、維持されている。気温が上がる夏には、 ビルほどの高さの氷の塊がご音とともに一気に湖へと崩れ落ちる様子が見られる。長い時間圧縮されたことによって空気をほとんど含まなくなった透明な氷は波長の長い赤の光を吸収するため氷を透過した光は青い。そのためロスグラシアレスの氷河は青く見える。ロスグラシアレスに存在する氷河としてはペリと漏れの氷河。 ウップサラ氷河、スペガッツィーニ氷河などがある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。